121系電車は日本国有鉄道が設計、製造した直流近郊系電車。本港では121系を改造、形式変更した JR 四国7200系電車についても述べる。本州と四国を結ぶ瀬戸大橋を経由した本市微村線が直流電化で開業するのに合わせて四国の高松都市県も直流電化されることが決定した。 国鉄分割民営化直前の1987年3月23日のダイヤ改正により、本市備参戦の開業に先立って、香川県内の予算本線、高松坂入館、多土津観音寺館及び土産本線、多土津琴平館が四国の国鉄路線として初めて電化されることとなり、その区間用として2両編成19本の38両が製造された。 民営化にあたっては全車両が四国旅客鉄道に承継された。経営基盤が脆弱とされた JR 四国に対する将来の布石といった意味合いで、国鉄が残した車両の一つである。高松方から雲波121系区波120系の二両固定編成で、電動車と付随車の構成は 1M1T であり、二両編成十九本が在籍する。全車両が国鉄時代に製造され、 JR 発足後の追加製造は行われていない。四国島内の研修施設の関係で、編成全体が逆向きとされている。雲波121系高松よりの制御電動車、パンタグラフと走行機器を搭載する、空気圧縮機などの重要機器がすべて搭載されており、統計式単独でも走行することが可能であった。重量は、ワンマン未改造車が42.0トン。 ワンマン化改造車が42.4トンである。区波120系こと平、新居浜、伊予最上寄りの制御車。台車は101系のものが再利用されている。205系や211系に類似した、軽量ステンレス製車体で、前面中央には207系900番台と、同様に貫通扉を備えている。側面は211系と同様の飛袋窓のある、片側3扉配置である。 扉は半自動の設定が可能で、開閉用の取り手が取り付けられているほか、ホーム油工場の短い駅での客扱いに備えて、洗濯開閉ができるようになっている。窓は205系などとは、開閉方向が上下逆の一段上昇式を採用し、良好な視界を保ちつつ製造コスト削減を図っている。車体幅は二百五系と同じ 2800mm と、し、 近郊系電車ではあるものの、105系や119系、などと、同様な裾絞りのない車体となった。全面スタイルは、前年に登場した207系900番台に、準じるものの、ホロ枠が設置されていることや、貫通扉が211系に準じたステンレス。無塗装のものであるため、印象は異なる。窓を一段上昇式としたため、側面膜板部に行き先表示器を設置できず、 方向板を使用していた。また、前面の行き先表示器も手動式である。ステンレス製の車体のため基本的に無塗装で、全面周囲の FRP 部は銀色に塗装されている。また、新生時にはピンクに近い赤色である赤14号の帯を排していたが、四国旅客鉄道に紹介されて間もなく同社のコーポレートカラーである水色に変更された。 百一系電車から流用した d t 二十一 t 型台車台車及び主管制御機などの各種機器については当時の国鉄の財政状況が極限的状況に陥っていたことから申請費用を抑えるために可能な限り廃車車両の発生品を流用している制御電動車の台車は百三系で採用されている d t 三十三型をベースにブレーキシリンダやバネなどを改良した DT33A 型台車を使用している。この台車は電車区における研修体制の見直しにより演出された循環予備品を活用したものである。制御車の台車は 101K から流用した DT21T 型である。主電動機は MT55A 型。主制御機は CS51A 型。主抵抗機は自然冷却式の MR166K。 空気圧縮機は C マイナス線形であり、主電動機を4個永久直列とし、抵抗制御で立行と発電ブレーキを制御するなどの基本的な構成は105系と同一である。補助電源装置は当初485系差し481型などの食堂車の廃車発生品である79馬の電動発電機をクモハ121型に装備していたがトラブルが多発したため、 1998年から2001年にかけて静止系インバータに交換された。車両番号の末尾18、19の編成は、クモハ121系の MG を撤去し、111系の廃車発生品の SIV をクハ120系の床下に、その他の編成はクモハ121系の MG を撤去し、その後に SIV を設置した。ブレーキシステムは、 205系や211系と同一の電気指令式空気ブレーキを採用したが、電気ブレーキは従来の抵抗制御車と同様に発電ブレーキを併用する、起動車などに操作方法を合わせるため、運転台は縦軸にハンドル式である。先頭車前面の連結機には、解決作業の迅速化、効率化を図るため電気連結機と自動解決装置が装備された。 電気連結器は7000系と1000番号を合わせているため並結可能とされているが、軌道加速度の違いにより実際に並結運用はない。また、将来の3両運転を想定し、つまめの連結器は、棒連結器ではなく密着連結器を採用した。終電装置は、廃車発生品の PS16 系パンタグラフが搭載されたが、1992年に、 予算線の観音寺に居浜間が電化され、京商トンネルがある、美濃浦駅西にも入線できるよう7000系と、同じ SPS58 型に交換された、121系車内田の近郊系電車に倣って、座席は扉間に対面式固定クロスシートを配し、客用扉付近の飛ぶクロブと車端部にロングシートを配した、いわゆるセミクロスシートである。 クロスシートの背もたれの通路側がやや斜めにカットされ、大行の手すりが取り付けられている。申請当初から冷房装置も搭載された。天井部は平ら天井構造とされ、冷風の吹き出しはラインフロー式である。高松近郊の短距離区間での運用を想定していたため、灰皿は落成時点から省略されており、トイレも設置されていない。落成当時、ドア横に 半自動後期時の操作ボタンはなく、半自動後期の際は115系のようにドアを手で開けていたが、後に操作ボタンが設置された。快速、三ーと JR 発足までに全編成が高松運転所に配置され、当初は本州から転入した111系と共に使用され、その後同所には7000系、6000系、113系も加わった。二両編成を基本とし、 工述する第1.2編成を除き、ワンマン運転には対応していない。2015年現在は、高松近郊の予算線、伊予西条高松間、土産線、田度津琴平間で普通電車や快速、サンポートに使用されている。またトイレがないことと、側窓が上昇式になっていることから、本市微山線での営業運転には入らない。予備車の配置がない113系のダイソーとしても、 使用されるが、前日の理由により、瀬戸を発線とそれに関連する運用は、ダイソーは行わずに113系が限定使用される。2011年11月より、多度津工場にて第1編成のワンマン化改造が行われ、同月14日に出場した。また後日、第2編成も同様の改造がなされた。ワンマン設備の設置と同時に、以下の設備が追加。 更新された。この改造により雲波121型は重量が42.0トンから42.4トンとなった。1 2 1ンマン化改造編成ドア上部のセンサーと開閉予告等あたり編成は2011年12月19日より運用が開始された。また行き先表示器に快速サポートの表示が追加されたため、 その運用に入る際は、従来のヘッドマークを用いず、幕のみでの表示となる、121系は2両固定編成だが、通常ワンマン運転の際は、JR 四国の方針により、四国島内で運用の都合上見られる2両編成以上のワンマン列車と同様、2両目以降の車両は、改装扱いとなるため、乗降扉は、先頭車の前後以外すべて、締め切りとなり、 戦闘車後方の扉以外からは乗車できない。また、戸袋窓の上部分に新設された出入口案内表示器に、戦闘車後側は、入り口、前側は、出口、2両目以降では、締め切りと表示される。ただし2012年3月17日のダイヤ改正より、例外として、運行番号が 5XXXM となる運用は、車掌の代わりに、 客室乗務員が乗務し、あくまでドア扱いなどは運転士が行うワンマン方式をとっている。この場合、駅係員の有無にかかわらず、整理券を発行せずに両編成全扉を開放し、切符の開、代わりに、車内放送は自動放送によるものとなる。またこれらの補助装置として、乗車促進放送やホーム検知装置が追設されている。 JR 四国発足直前に落成した121系は製造から30年程度が経過していたことから足回りや客室設備内外の大幅リニューアルを施行し7200系に形式名を変更することとなった制御方式は抵抗制御から VVVF インバータ制御に変更したインバータ装置は SCS63 a と故障されるこれは イベット素子を使用した2レベル、電圧型 PWM インバータで8600系に採用されたものと共通設計となっており、1C1M 構成とすることで、故障時に回路を1群ごとに開放を可能とした、冗長性の高い設計である。主電動機は直流直巻電動機から、カゴ形3小誘導電動機 SMT64 に変更し、MC 車に4機搭載する。 MC 社に搭載されていた電動空気圧縮機と補助電源装置は電動空気圧縮機は s メガヘルツ1 3 s c 1 1 0 0 o t c 車に補助電源装置は SSIV150 を MC 社に搭載するブレーキシステムは同じく電気指令式空気ブレーキであるが制御方式の VVVF 化や台車変更に伴い側充弁を廃止して MC 社に ブレーキ受領器を設置しており、常用ブレーキ使用時は回生ブレーキを優先し、ブレーキ力が不足した場合には電空、強調制御により、不足分を空気ブレーキで補う制御としている。台車を、川崎重工業製の CFRP 台車、FWIN の空気バネ式、ボルスタレス台車に変更、川崎重工業モーターサイクル製品のイメージカラーである、ライムグリーン塗装がなされている。 これにより、走行安定性の向上と大幅な軽量化が図られており、台車単体で約2トン、車両全体で約3.5トンの軽量化となっている。1 2 1系では、MC 車と TC 車で台車の車輪系と軸間距離が異なっていたが、この台車を採用したことにより、すべての台車の車輪系と軸間距離が統一されている。また、基礎ブレーキは、 ユニットブレーキとしており、自動隙間調整器を内蔵している。また、CFRP を初めて使用する台車であるため、軸箱にセンサーとケーブルを取り付けて、状態を監視できるようにしている。駆動装置は TD 継手式平行、カルダン方式を採用した AM、KD369AM、ハスバ歯車を用いた一段減速式で、歯車比は85。 十四イコール六点零七である。収納する歯車箱は、球状黒園柱鉄製で、整備性の観点から上下分割方式である、七0 0 0系統の並結に対応しており、これにより最高運転速度、曲線通過速度、立行とブレーキの性能は七0 0 0系統同等としている。ボックス席が一部撤去され、ロングシート化されたため、車内の座席配置は千鳥配置となり、 ロングシートの腰掛けをバケットタイプに変更。座席端に袖仕切り板を設置。側窓は上部が客室側に倒れて開くうちよれ式に変更。運転室直後の座席は撤去され、運賃表示器、運賃箱、車椅子スペースが新設された。ワンマン対応化編成については、運転席にワンマン切り替えスイッチとワンマンドアスイッチを運転席の背面に設置されている。 車断基板にワンマン用の NFB をそれぞれ設置。車両の車体側面の 3.49.10A。戸袋窓に出入り口表示器。4位側の側窓上部に、行き先表示器。4位側の客室扉付近に、整理券発行機をそれぞれ設置。運賃表示器は LCD タイプになっており、通満運転時は、運賃表の代わりに次の停車駅を表示している。更新改造第1号となる。 R03 編成は2016年2月2日に多度津工場において校内市運転が行われ2月4日に出場したその後台車の走行試験を行い2016年6月13日から営業運転を開始した2019年2月には R02 編成を最後に全編成が7200系改造、改版され121系は系列消滅となった 警戒色になった、区派百二十から9、雲派二十一から九東急車両製造で落成した編成は、試運転で横須賀線を走行し、品川駅や横須賀駅にも入線した、JR 四国色になった後、警戒色として前面が赤帯になった編成が一時期存在した。運行開始当初は、電閣間が途切れていた関係で一部の編成が、多突駅常駐となっていたため、 検査時には、同区間をディーゼル機関車で改装できるような対応がなされていた。2004年10月に、高松市の三方と高松とその周辺地域で開催された第24回全国豊かな海づくり大会に合わせて、この大会の PR のために、クモ波121から11、クハ120から11の2両に、魚のラッピングを施した瀬戸内便備列車を、 香川県と JR 四国の共同企画で同年9月から約1年間運行した。魚の図柄は高松藩第5代藩主松平より安の命より作られた朱ウロコ図を元にしていた。ありがとうございます。